はいどうも凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、今日発表がありましたけれども、名古屋グランパスの成瀬俊平選手がファジアーノ岡山に育成型のね期限付き移籍をね、するということになったので、今日はまあ僕の動画で扱ってなかった岡山についてちょっと扱っていこうというふうに思います。題してファジアーノ岡山は今年どれだけやれるのか、そして成瀬選手が加わった岡山の個人的なベスト11というところでやっていこうというふうに思います。と画面に出てるかと思いますが、梅田選手とかね、怪我してる選手もいますけれども、個人的にまあ今年の、まあ、ベスト11ではないですけれども、現段階での布陣というところで、今画面に出てる通りの選手を選んでい、きましたけれども、こう見てね本当にもう、素直に強いですよね、このメンバー。これはもう正直もう J2 ねで戦っていく上ではもうね最高の布陣にまなっているかとは思います。本当 J1 昇格ってところもね、昨シーズンも本当にいいパフォーマンスをして、まあ、今シーズン監督も変わってというところなんですけれども、この布陣で戦えるなら本当に、J1 昇格も全然夢ではない、もう夢物語ではないなというような、まず強く、受けました。で、成瀬選手はおそらくこの右のサイドバックのところに多分、配置されるというところなんですけども、個人的にその成瀬選手のグランパスの時での、まあ、印象っていうのは結構インナーラップしてくれます。はい、中に絞って、パスの受け手渡し手になってくれることが多いので、まあ、そういった意味でもこの前線の3人とのねコンビネーションというところは非常にいいんじゃないかなというふうに思いますし、身長は正直言うとそんなにある選手ではありません。166センチしかないので、そんなにこうポストプレーとかに適したタイプというわけでもないんですけれども、まあ本当足が速いので相手の裏抜けだったり、おそらくこの右にはこの白井選手であったり、イゴン選手だったりとか、まあ、こういったところのウィンガーと、絡んでいくことが多くなるとは思うんですけれども、まあ、こういった選手を、ね、最大限生かすようなプレーもしてくれます。もちろんクロスの、ね、精度も高いですし、ちょうどこの前ありましたあのドバイカップですね、 U21 の日本代表でも活躍していましたけれども、やっぱり彼は本当、今後、これからの、ね、日本代表を背負っていくような存在くらいのやっぱり大きいスケールを持った選手なので、まあこういった選手をね岡山獲得できたってところからしても、やっぱり岡山今年はもう本気だなと、もう例年に増して本気だなっていうところが伝わってくるようなね布陣になってますね。個人的になんですけど、こう外のね他のチーム、まあファンとかサポーターというところから見ても、この柳選手がまず今年加入したところがまあ一番大きいですよね。栃木からそれこそいろんな J1 チームからもね結構噂が立ってたりした中で岡山を選んだというところで、このバイス柳っていう J2 最強センターバックコンビと言っても過言ではないこの2人がやっぱいるっていうところが、まあこのチームをね上に押し上げてくれる、まあ、大きな存在でもありますし、何しろこのミッチェル・ドゥークがいるっていうところ自体がすごいですからね。岡山オーストラリア現役の代表ですから、まあ、そんな選手がいたり、あとチアゴ・アウベスが今年爆発していたりとね、本当に多くのいい要素がね絡んだチームだというふうに思いますので、まあ、そんなチームがね、まあ、まだまだこれ4月5日段階ですけども、3勝3分け2敗で、前節の山形戦に関しては、まあ、勝ちはしましたけれども、判定のね差し違いというところで、まあ、おそらく再試合になるだろうというふうに思うんですけれども、まあ、そういったところを加味してもこのチームは強いなというふうに思わせてくれるチームなので、まあ、成瀬選手にも ぜひ頑張って、個人的な希望としてはいずれね、1年とかねやっぱりしっかり修行積んでもらった後にグランパスに帰ってきてもらいたいところではあるんですけれども、まあ、本当彼の、ね、活躍にもね、十分期待していきたいなというふうに思います。ということで、今日の動画ですね、成瀬俊平選手がファジアーノ岡山に移籍というところで、ファジアーノのチームに関して少し喋っていきました。ご視聴ありがとうございました。